引きずり込まれる。一度しか使えないとっておきを時空の狭間に閉じ込めてあげる。その穴は一方通行よ。落ちたら最後、二度と出てこられないわ。まだ決着はついていないぞ。もういいじゃない、そんな奴ら。手っ取り早く片付けちゃいましょう。引き上げるわよ、ミラ。何？バードック！この俺が振りほどけない。こいつの力は。手を出すな。こんな奴にこの俺が。よくも俺をコケにしてくれたな。今回ばかりはサイヤ人の運命もカカロットの運命も関係ねえ。今までの借りを返してやる。サイヤ人の力を舐めるな。覚悟しやがれ。この俺が貴様ごときに。バーダックさん。私のミラが終わりだな、トーマ。あんなに強化してあげたのに何が最高傑作よ。自分で呆れちゃうわ。まだ諦めたなんて思わないことね。そんな、あなたまで俺のパートナーまで洗脳していたなんて。とは、タイムパトローラーの情報を俺のパートナーから得ていたんでしょう。ともかく今はこの人を倒して洗脳を解くしかありません。これは面白くなってきた。どいつもこいつもいいわ。こうなったらいっそ全部なかったことにしてあげるわ。これは。あれ？結局手に入ったのはその仮面だけでしたね。お帰りなさい。途中で通信できなくなっちゃって心配したのよ。
一体どこまで行っておったんじゃ。ワームホールを通って予期せぬ歴史に迷い込みまして。それでどうだったんじゃ。え、どうというのは。いや、じゃからあれ、確か俺のパートナーが。ん、この子がどうかしたの。いえ、俺のパートナーはあなたですよね。ちょっとどうしたの、しっかりしてよ。もう二人とも長い付き合いのナイスコンビじゃない。今さら仲間割れなんてやめてよね。うん、この四人でしっかりと歴史を守っていかねばならんからの。これは一体。そこら中の巻物が一斉に歴史改変を始めおったぞ。なんてこと。こんな変化が起きたらこの世界だってただじゃ済まないわよ。ここは私たちが調べるわ。あなたとトランクスは外を見てきて。